こんばんは。ロツ。ペンライト。はい、気が早い人がいていいですね。歌えろが来るかな。今は今日のセトリつい似合ってる。こんなコスプレみたいな格好してピンクのカラコンを入れてみた。めっちゃ雨なんですけど、ここはそう、今日チャリ取りに行ったのにさ、盗まれてた。そう、よっしゃ久しぶりにチャリ乗るぜと思ったけど、めちゃめちゃ雨で。ピエンって感じ。でもチャリね、何も取られてなかったです。電池もバッテリーも何もよかった。サドルも返ってきたよ、ちゃんと。けどなんか気持ち悪いと思って、全部めっちゃゴリゴリ除菌で拭いた。今日はでもこんなことする時間がないのよ。私は部屋を3時間半だっけ、時間借りてないから。はい、今日のセトリは決まってます。今日はですね、皆さんお集まりいただきありがとうございます。本日は、ST48 7周年ツアーの7軒ツアー7周年7軒ツアーの打ち上げ祭を行います。イエーイ。はい、なので今日はもう打ち上げなんで無礼講です。はい、なのでは皆さんペンライトをお家で持って最前席をご用意しておりますからね。片手にジュースでもビールでも何でも飲みながら、お菓子も食べながら一緒に楽しんでいただければ嬉しいなって思っております。よろしくお願いします。はい、片手でオロナミンCいいね。最前席なんで
よかったですね。じゃあまずは、しかもちょっとなんか STU の曲が増えてるらしいんで楽しみにしてますが、よいしょ、おお、うわーめちゃいい、いきまーす。すげえ、携帯で予約できる。まあまあ、まずはマイクチェック。よろしくお願いします。していただきます。キンコンカンコン、キンコンカンコン、本日は福田のショールームにお集まりいただき誠にありがとうございます。お客様に我々というか私からいくつかお願いを申し上げます。本日は福田一人でのライブとなっております。途中、息切れ、動悸、絵付きなどがございますが、多少心配していただければ大丈夫かと思いますので安心してご覧ください。お客様におかれましては飲食、喫煙、自由となっております。お客様のご自由にお楽しみください。そして本日、なんと全員の方に最前席をご用意させていただいております。ぜひ皆さんペンライトやコールお好きなように振りコピも自由ですのでお楽しみください。皆さんこんにちは、 STU48 の九段狩りです。今日は皆さん
アフターパーティー盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。それでは馬の木開演です。今しばらくお待ちください。STU for the ニャン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  Everybody ニャンニャン这些都起 STU for the それ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  Are you ready? じゃーん。誰もいないんだった。練り歩き。みなさんこんにちは。この曲では皆さんの近くに行っちゃいますよ。愛しの香川はコンビラさん、ソニキウドンコトネルは3本、兄ちゃんも歩き歩き小豆島、ぶらりぶらり秩父ヶ浜、あれはシンボルウタワー、銭形すだえはそこ、かわいい姉ちゃんも瀬戸汁が四国フェリーかけけい、知るでよの瀬戸大橋、さあ香川ホッピー、うちらに会いに来てよ、誰よりも好きになってね、お願い、なあなあ、はいはい、香川ホッピー、うちらに会いに来まい、どこの場所で夢を追いかけるけど、バージョンさすが1と2番はもう覚えておらぬ。楽しい、これ超楽しい、嬉しい、一緒に盛り上がってください。さあ ここから続きまして、客席でこれも踊りました。皆さん
イルフミンセブン初めの読みだもありがとう。お、なんか今日はコールが統一感ありましたね。とってもなんか推しメンが一人って感じがしました。はい、会場にお越しの皆さん、配信をご覧の皆さん、こんばんは。デイフォーティエイトでーす。イエーイ、始まりました。皆さん盛り上がってますか？イエーイ、ありがとうございます。まずは STU48 香川バージョン、 STU48 瀬戸内バージョン、聞いちゃ夢力を聞いていただきましたが、いかがでしたか？イエーイ。はい、今回の7県ツアー、一番大変だったことは何かと言われると、毎回この瀬戸内奈良県バージョンの STU48 の歌詞が変わることだったかもしれません。毎日あの頭を全部取っ払って新しいのを覚えて、もうその日の夜には全部忘れて、また新しいのを覚えてというのが一番大変でした。ありがとうございました。はい、そんな感じです。マジ大変でした。よし、よいしょ。あ、めっちゃ服が干してある。雨がやばかったんだよね、マジ。よし、よいしょ。常に新鮮な脳みそになってました。こんな感じで見えるか？あ、見えるね。オッケー、じゃあここからが本番。それでは写真も撮ったところで、写真も撮ってました。実はスパイダーマンのアトラクションと一緒、気づいたら撮られてるんです。続いては私たちの原点を振り返っていただきたいと思います。うう、目が痛い。Yeah.
ありがとうございます。レアでしたね。サナミラもありがとう。わあ、これ初めてやった時におーって言ってました。ファンの方が何のおーだったんでしょうか。メドレー形式でいきますね。 AKB48 桜の花びらたちでした。お気に入りの曲が生まれたかな。Yeah.
から。タワーありがとう。ビッグレポン。ありがとうございます。あ、ちょつつつつ。メドレー楽しいね。セルフメドレーだけど、自分でメドレーにしてる。今歌を歌いながら曲入れてるから。セブンタワーありがとうございます。くまちゃん、ね、ミュージックくまちゃんありがとう。うちの声のスピーチを必死に考えていたから、こうやってブツブツ。私たち STU48 はこの7年間必死に走ってきましたとか言って一人でブツブツ言ってたから覚えてないんだ。これの時私はもう心ここにあらずでした。必死でした。
晴らしいなと思って聞いてました。はい、時計の映像、2017年から2024年ザザーンザザーン、ここまでは STU48 の先輩たちの楽曲をそれぞれ聴いていただきました。ここからは私たちのデビュー曲をオリジナルソングを歌いたいと思います。私はこの曲の前に瀬戸内7県でスピーチをさせていただくにあたって一回一回をすごく大切にしていたんですけども、その中でもやはり初心に戻るというところを一番大事にしておりました。我々 STU48 の全員のメンバーのオーディション映像が流れた後ですので、きっとファンの方もなんか知っているような知っていないようなメンバーの 今の顔とは全然違う顔つきを見たと思いますが、いかがでしたでしょうか。個人的には徳島県のスピーチが一番お気に入りだったんですが、残念ながら配信がなかったので聞いていただけなかったんですが、はい、 STU48 になってから STU48 らしさっていうものをずっと求められ続けてきて、ずっとそれって嬉しかったけど、それに反発してる自分もいました。けど8年経ってやっと受け入れられるようになってきました。はい、STU48 ないと幸せだなって思いながら歌った曲です。それでは聴いてください。 STU48 初めての楽曲、瀬戸内の声。よかったら一緒に歌ってください。いつもここに来て君と語った夢は止めどなく溢れてもどかしい、過ぎてゆく AKB48 さんから STU48 まで瀬戸国内6グループの初めてのオリジナル楽曲を全て聴いていただいたんですが、皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。結構ね、あのレアな曲の披露が多かったと思うのでね、新鮮で良かったんじゃないかなと思います。アンコール早いわまだアンコールじゃないから、はい、反発してたっていうか、なんか私はミニスカ履いてピンクの衣装着て高めツインテールを巻いてアイドルをしたかったのに、なんかすごい
ロングスカートを履かされて、なんかすごいバラードじゃん、え、なんか思ってたんと違うんだけど、私は AKB になりたかったのにって思ってたんですよ最初は。だけど、だし今から入ってくる子たちも、でもね逆にね、なんか後輩と喋ってると今から入ってくる子たちは逆にうちらを見て入ってきてるから、別にもともとそれを期待してないっぽい、ゴゴリバをやると思って入ってきてるから、なんか逆にびっくりらしい、急にミニスカになってみたいなロングスカートのアイドルの予定だったんですけどって感じらしいよ、人によっては。だからそこがやっぱ違うなって面白いです。今の STU48 が私はラブラブです。一周回って瀬戸内の恋の衣装で歌いたいですね今。 STU の良さって他のアイドルにないところがいっぱいあると思うんですけど、その私はナチュラルさが大好きで、ずっと守っていってほしいなって思います。ナチュラルさ、清楚さ、田舎者感の中にあるキラキラをみんなが、ファンの人が見つけて、私たちをアイドルにしてくれていると思っています。それって素晴らしいことだと思います。 STU にしかないアイドルっていうものがあると思います。はい、変わるもの、進化するものはあっていいけど、根本は変わらないでほしいなっていう気持ちですかねはい、そしてここからはですね、 STU48 のシングル10個の10枚目のシングルから、10枚のシングルから1曲ずつ聴いていただくんですけど、日によって違ったんで、結構例えば10曲中8曲出る日もあれば、10曲中2曲しか出ない日もあったり、ガチャガチャによっていろいろ変わったんですけどね。今日はちょっと福田セレクトもうメモってきたので、あと9時半になったら教えてください、メール送るんで。福田セレクトで、今日はねお送りしたいなと思うので、まあちょっと1曲1曲ね選ぶのめっちゃ難しかったんですけど、とりあえずこれをいきましょうかねというのをね歌っていこうと思います。カメコ的に当たり外れが大きかった、確かに確かにね、それは否めないね。うわ、これじゃあまず1曲目はこちらからいきましょうかね、コンセプトも分かりやすいですから、無難に。
泣きそうになった MV 見て。死ぬ。カフェチキャンプありがとう。タカカンスセブンミラコありがとう。旅人ミラコありがとう。みんないないんだけども、信じらんない、信じらんないよね、本当にもう怒ってます。寂しすぎるでしょ。ねえ、寂しいよね。今日 MV 見てた？悲しくなんない？ね。セカンドシングル。これね、これの MV はね、ちょっと自分的に手応えがある MV です。Thank you.
生祭やった時はアリちゃんと最後このポーズが横だったんですけど、カメコで写真撮ってもらえるように2人でガオーハートを作ったんですけど、誰も撮ってなかったかも。ガオーハート、まあ4列目でやってたからね。まだちょっとその写真見つけれてないです。こんばんは。そう、ガオーハート、ガオーハートまだ誰も見つけてくれてないな。撮ったよって方いたらぜひ載せてください。ガオ、でも曲の終わりってさ、すぐ暗転暗くなっちゃうから難しいよね、撮りづらいかもね。どうなんですかね。一番好きな曲、あ、本当？STU 曲が好きすぎてやばい、泣きそう、泣きそう。泣きそうなんだ。どこの会場？風を待つ、どこでやったかな。愛媛が香川らへんな気がする。どうだっけ。カップ1件マイク10個ありがとう。初期メロの人、初期メロの人は歌わない。初期メロの人はね、あんま歌うとねエモさが減るんだよ。大事な時に歌わないと。すげえ盛り上がって、すげえ盛り上がって、香川の夜、風を待つ、そうだっけ。そう、夜だと気になってくる。そう、風を待つやってるんだけど、多分配信がない時にやってるのよ。だからかな。メロンソーダが、夜探してみます。あ、お願いします。あなたにあげたいメロンジュース飲んでます、今。ね、3枚目シングルはね2個迷ってるんですよ。けどちょっと自分での関連性かな。足が痛い。スタート、久々に立っていい、足が痛い。Yeah.
かの。シンセの音がしてますね。ありがとう、ウーリタルミラボありがとう、オイタンミラボありがとう、セブンミラビョミラビョって書いてある、ミラボありがとう、ルラミ麦もし、オイタンミラボありがとう、ミラビョって言っちゃった、アラップミラビョミラボありがとう、麦もしミラボありがとう。可愛いマイクがあるんだね、今マイクギフトの時か。よいしょ、さ、しばし、しばし休憩じゃ。で、シェブンがタワーくれたからタワーのお礼がこうっと。にゃにゃんにゃにゃん。がふわってなるのがいい。これなんかめっちゃデブなデブなデブに見えると思って配信だから着てるけど、普段リアルで着れないやつ。けどなんか可愛いかなと思って着たんだよ。できた。よい。よ。ありがとう。素敵、本当？ありがとうございます。よっ、瀬取り瀬取り、ここまで行ったから、あー、ここでね、はい、皆さん1枚目シングルから5枚目シングルまで聞いていただきましたが、ちゃんの配信見てからなら仕事頑張れそうです。またね、ありがとう。はい、この後は6枚目シングルかなですね。6、7、8、9、10、いやもう全部なんか自分にとってエモい曲と歌いたい曲とっていろいろあるんですよ。それは自分が入ってる曲がいいけど、でもやっぱ歌いたい曲っていうものもあるわけよ。だからね、ちょっと難しいんですよね。わかります？やっぱりツアーを通していい曲が多すぎることに改めて
気づかされて最高って感じ。よしよん。STU。 スティーブポテト。でも自分が歌った曲中心にしてるかな。ただあなたにだけ届いてほしい響け恋の歌。入ってねえなあ、ボクボクが。なんでだ。さしすせそ。そして人間は無力と思い知る。そう。え、入ってない。待って、独り言。あの日から僕は変わった。独り言のカップリングってさ、何？ボクボクと何？独り言とカップリングってなんだ？ボクボクと独り言と。イケちゃんのソロと。独り言って曲少ないのかな。ハートありぐっ。あ、サングラス。サングラスは入って。これ歌えるかな、ちゃんと。ちょっと見守っててください。あ、このスタートが活かせそうじゃない？I'm not afraid to die.
使った。このダンスなんか地味に疲れるんですよね。靴もしんどくて。ウリタロイタンミラボありがとう。セブンミラボありがとうですけど、あ、ちなみにスカートの中はズボン履いてるので安心してやってください。7枚目シングルじゃあ6枚目シングル、え、6枚目シングル、7枚目シングルはちょっと緑色な曲がね何曲かあるんですけど、やっぱこっちでいきたいと思います。かわいいこの服。25でこれ着てんのやばいね。
みんなペンライトありがとう。高田さん、ミラポありがとう。楽しかったね。ました、ありがとうございます。教えてくださり、7枚目シングルまで行った。やばい、まだ7枚目だ。
耳を澄ましてスティーヴの曲歌ってる人いないかなと思って歌ってねえな歌って歌って盛り上がるよ。ヘトレーたちはもうおすすめだよ。みんなで歌ってみて。歌ってくれないから。歌ってくれたら本人登場するのに。誰ですかって誰。よいしょ。うわー、花垂れのシングル迷うな。これかな。お休みメール送りましたんで。あれ、画角変わった。あ、いけるか。Thank you.
盛り上がってる盛り上がってる。この曲はカップリング公演曲の中で一番のお気に入りかもしれないですね。皆さんも好きでしょ。セブンカップ HK タカヒロフミおいたミラボーリグッチョー音符ありがとう、パチパチありがとう、アナポミラボーリグッチョーいたミラボありがとう、セブンありがとう、ミキちゃんありがとう、ナルさんタカありがとう。この曲ミラボが確かにこれは小豆島行こうの人と振り付けが一緒です。実はいいよね。そうこれが7枚目シングルかな、次8枚目シングル、8枚目シングル、あ違う、これが8枚目シングルか、だから 9枚目シングル、うわー、え迷う、迷う、え待って、9枚目シングルで、イキかエガちゃんか神様で迷ってんだけど、やばくない9枚目シングルの充実っぷり。やばくない、エガちゃんかイキか神様で迷ってる、やばい、どうしよう、強いな、全部強いな、どうしよう、神曲揃いすぎて、やばい、どうしようかな、迷う、とりあえず一番、でも一番披露した回数が多いのは、あ待って、これアンケート取ろう。1、息をする心に笑顔のチャンス、3、神様も呆れるくらいに、9枚目シングルリクエストは息をする心、笑顔のチャンス、神様も呆れるくらいに、息をする心、笑顔のチャンス、神様も呆れるくらいに、どれがいいですか、息をする心、笑顔のチャンス、神様も呆れるくらいに、これちょっと選べなかった自分で、ありがとう。えい、うわー、うわ、神様負けるくらいにが 38%、 エガちゃんが 31%、 息をする心が 29%、 めっちゃ競った、めっちゃ競った結果神様いきます。これは最終的に高尾ちゃんとユニットで2人でやるという思い出の曲です。盛り上げてくださいね、選んだからには。うわこれ緊張したな、徳島でまさかの2人でやったから。盛り上がってください。それでは聴いてください。そして本日ね。
この歌タカオイタミラボありがちょーパセリ広島港パセリミラボありがちょーナルさんミラボありがちょーヒラフミミラボありがとうオイタミラボありがとう山猫ポーズミラボありがとうひーちゃん鼻水かもさん楽しいさん何よりです楽しいのが一番9枚目シングル贅沢すぎましたね カリンゴそしてなんとですねもう早いいや長かった一人で全部出るとさすがに長かった長いもので長いものでってあんまり言っちゃうのか早いもので10枚目シングルやってきました10枚目シングルあのね雨とか涙とか歌いたいんですけどちょっとリレのここげの下ででも挑戦したいんですよちょっと雨とか涙とかで締めたいんですよ気持ちよくエモくけどワンコーラスだけ歌ってもいいですか2レをちょっとだけ2番は分かんないから1番しか聞いたことないっていうかね今回のツアーで勉強したからこの曲を1番と落ちたびしか分からないんですけど2レちょっとだけ歌っていいちょっと歌ってみたいこの曲私の中で神曲なんです2.5 期が誰かが卒業するときにこれ歌うこと想像したらマジ泣ける誰も卒業しないでほしいあの4人のあの4人の美しさちょっと歌えるか分かんない いつもの公園のベンチの指定席
がとうございました。ちょっと危うかったですが、サビが良すぎて。ダルさん、初めだよ。ミラボありがとう。ペンライトありがとう。この曲が本当に大好きで、もうなんか明るく切ない曲が元祖48って感じでめっちゃ好きなんですよ。というわけで10枚目シングル、最後にこれをお聴きください。やるたびに人が減っていく曲です。もう減らないでほしいんですけど。Thank you.
ありがとうございました。はじめだよミラボ、ありがとう。セブンミラボ、ありがとう。タカミラボ、ありがとう。アリアップミラボ、ありがとう。タビビト、ありがとう。ナウシャン、無料の恋人、ありがとう。はじめだよミラボ、ありがとう。これで10枚目シングルまで全て終わったかな。ありがとうございます。はい、こちらの方でね10枚目シングルまで多分全て聞いていただきましたが、皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。はい、まあ、今回ねシングルブロック全部歌うことでツアーを通して一つの大きなコンサートが完成したような、そんな感じですごく良かったです。やっぱメンバーが卒業していってしまうと埋もれてしまう曲というか、なかなか披露する機会がなくなっちゃう曲も多いんですけど、今回のツアーでちゃんと発掘されて初めて STU 最近知った方にも、あ、こんな曲もあったんだ、いいなって思ってもらえたんじゃないかなと思います。アルバムも発売されるし、いい機会でしたね。ありがとうございました。はい、それでは10枚目シングルまで聴いていただいたところで、こちらの映像をご覧ください。ペン。それでは私が4年間任せていただいたキャプテン、次のキャプテンを発表したいと思います。 STU を仕切っていただくのは岡田あずみちゃんです。おお、岡田あずみちゃんお願いします。私は先輩方が作ってくださったこの STU48 がすごく大好きで、だからこの大好きな STU48 を皆さんと、メンバーの皆さんと、もっと大きな皆さんに愛されるグループにしていきたいなと思っています。まだ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 未熟なところはありますが、これから応援の方をよろしくお願いします。
ありがとうございます。そして早いものですが、STU48ナショナルツアー次が最後の曲になってしまいます。皆さん、最後まで私たちと一緒に声出せますか？もっと聞きたい。そんなスタンプあんの？もっと聞きたい、もっと聞きたい。ミケちゃんありがとうすげえ。さあ皆さん、腹の底から、今日は土曜の夜だし、ご近所さんも多少は許してくれます。いっぱい最高に盛り上がる準備はできてますか？イエーイ、ありがとうございます。それでは皆さん、山中坊主もっと聞きたい、もっと聞きたいということで、最後に1曲聴いていただきましょう。STU48テナレとシャリンと来た道と、みたいだらどうかめに足ずつ捨ててるのか、ひときぼりに思って立ち止まりなくなってしまう。どんな素直にしてどこへ歌っているのか、I'm not afraid to die.
ありがとう。九州の南部ミラボありがとう。タカミラボありがとう。おいたんセブンミラボありがとう。ひろふみミラボありがとう。たにぐちまひなちゃんセブンミラボありがとう。みけちゃんミラボありがとう。本日は STU48 7周年ツアーにお越しいただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。ねごりんちゃんI'm not afraid to die.
愛の重さ6月12日発売です。6月12日には広島でのリリーベ、そして6月16日にはやついフェスの前に川崎でのリリーベがありますので、ぜひ皆さんお越しください。初日の神戸ではこのタイミングで愛の重さがあったんじゃないかなと思います。たくさんのミラボペンライトありがとう。止めどないミラボが嬉しい。めっちゃ楽しかった。やめてくもず7、花火師めっちゃ送ってくれてる。花火師ありがとう。おいたんありがとう。はじめでもありがとう。音符せいちゃん九州のばありがとう。いけちゃんオープニングアクト、あ、そうそう、いけちゃん出てくれます。50音順思い出してよかった。あれ思い出してよかったないな。あいうえおあった。じゃあ本当のアンコールうん、待ってますリーベ。覚えて
アンコール、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、アンコールありがとうございます。それではね、せっかくみんな揃ったということで、ここでカメ子さんに可愛い写真を撮ってもらいたいと思います。お願いします。ありがとうございます。アラップミラボありがちょう、タカミラボありがちょう、三重知県ベルミラボありがちょう、ベルセブンタカおいたーん。三重知県セブンありがとう。くちゃんのポーズいつもすごかったありがとうございます。来てよかった、何よりです。はい、それでは、STU ホーンテッド7周年ツアー、次が本当に最後の曲になります。本当に本当に最後の曲になります。正直会いたかったの前座からここの曲までやってきて、一人で自分の歌うと寂しか、普段歌わないのに全部やってきて、1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、19、20、21、22、23、23曲ほぼフルで踊ってまいりました。皆さんよくぞついてきてくれたし、なんかフル公演してます。なんか自分の体力にも驚いてますが、いかがで楽しんでいただけましてましたら嬉しいです。楽しんでいただけてますか。ありがとうございます。次が本当に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 最後の曲になります。おいたん、もっと聞きたい、もっと聞きたい、もっと聞きたい、ありがとう。みけちゃん、もっと聞きたい、ありがとう。でも次が本当に本当に最後の曲になります。福田と一緒に素敵な景色を8年目も見ていきましょう。福田さんと福田の絆は最強です。それでは聞いてください、奇跡っていう名のストーリー。Yeah.
ございます、本日は78周年ツアーハーフターパーティーにお越しいただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。マジ頑張った。ありがとう。生のスタンプニコありがとう。赤身玉ありがとう。おお。流れ落ちためっちゃ音符くれと。汗の分だけ押します。押してくれ押してくれ。ブルーレイかブルーレイか、おもろい。ありがとうございました。じゃあ今日はね、感謝の気持ち込めてお見送られ会もしたいと思います。携帯での撮影 OK なのでよろしくお願いします。ありがとうありがとうありがとう。ポンタロウ頑張った。ありがとう、報われます。本当に頑張った。ありがとう。バーンしてウィンクして、バイバイ。パシャ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 。ありがとうございます。はい、てな感じで70年ツアー振り返り配信でしたが、皆さんいかがでしたか？いかがでしたか？アフタートーク始まってます。楽しかった？よかった。私も楽しかったです。よかった、最高、ありがとう。なんか2時間ぐらいやってた、もっとやってたか素晴らしい、ありがとうございます。すごい曲歌ったな、いっぱい。メインの曲は大体歌ったんじゃないか。うん、定期的に見たい。まあ月に1回やってるけどね、今回のボリュームは特にすごかったかもしんない。はい、というわけで、まあ、あと 10分っていうことも出たのでそろそろ終わります。そろそろ終わります。はい、じゃ最後に1曲歌ってランキング読んで終わろう。ここはもうあれだから、でも私のプライベートだから見ない、覗き見禁止何にしよう。あれだな、やっぱやっぱあれだな、最後はこれでしょ。これ聞きたかったやろ。ひさと音符たくさんありがとう、嬉しい。音符音符、じゃあ最後までこれがガチの最後で聞くね。もっと聞きたいが来たから、これが聞きたかったんだろ。プライベートだからね。あなたの今日でフクちゃんを支払え。
みやこぶるみらばありがとう、みんなおんぱペンライチョありがとう。セブン、おしゅしかかたん、わかっとるね。はい、それではというわけでランキングを読んでいきたいと思います。よし、音を減らそう。よし、ランキング読みます。13位から、坂富名古屋、投げた投げた
久しぶりに投げた、楽しかった、ありがとう。久しぶりに投げた、嬉しい、坂上で、ね、歯が当たった。坂上ありがとう、楽しんでもらえてよかった。はじめだよ、ありがとう、最高でございました、ありがとう。ミラボーボー、ありがとう。ひろとみ、ツアー感想おめでとう、最高だって、ありがとう。そう、ツアーを振り返れたらよかったなと思います、ありがとう。ヒロシモンゴー祭り、ヒロシモンゴー祭りは STU もお手伝いしてます、ありがとうございます。 STU もっと好きになってくれたかしら。久しぶりの右押し、ふくちゃんが可愛くて今日も大満足でした、あれ嬉しい、ありがとう。今日の配信を見たらもう福田しか見えなくなるもんね。アールアップ、本当に今日は楽しかった、ふくちゃんのことがますます大好き、偉大な推しを教えて幸せにゃ、幸せにゃ、嬉しい。一緒に楽しんでもらえてよかった。ダルさん、今回のツアーは四国のチューチューゼリー買ったし、葵ちゃんのチョコも買ったし、思い出がたくさんできて嬉しかったよ。いいね、四国に染まってますね、最高です、ありがとう。なんか楽しい時間をありがとう、気をつけて帰ってね、福田推しです。お、さすがナイス、気をつけて帰ります、ありがとう。花火師、10枚目シングル君は何を後悔するのか、また STU に素晴らしい楽曲を生まれました、また後悔もいつか歌います、ありがとう。花火師、目黒の工事、ありがとう。めけちゃん、めけちゃん最高です、最高です、嬉しい、ありがとうね。埼玉のいな、ありがとう。1位はセブン、ありがとう。パワーもありがとう。はい、というわけで、私が福田はとったらスタウチって言ってください、ありがとう。福田はスタウチ3度の優勝とで決まり、高橋県出身だくさんが勝った段階でした。皆さんペンライトとか宇宙話とか音符とかコメントとかふぅとかたくさんお星様もありがとうございました。今週、来週はリーブがあるので楽しみにしてます。また一緒に遊んでくれると嬉しいです。そして今日初めて見たよって方はぜひ福田推しになって帰ってください。明日も配信するのでよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。もうないと見過ごしてた夏の一日のどこかに、自分にとってまた大切なものを紛れ込んでいたことに、ありがとう。みんなまたねー。